せつなけいすけだよ。ねえ、なんかね、前々回のパートでね、最終回かもしれないって言ったけど、今回こそ最終回なんじゃないかなって思うわけです。なぜかって見たからですよ。前回のパート、黒い影をね、確かあれやね、前回のパートで黒い影見て、なんかその黒い影がどっか行ったのを、たかしが追いかけて、そのたかしを止めようと追いかけて、外に出たところで終わったよな。少し、あと、なんか変な音が聞こえたってもあったはず。やね。少し、開けたと飽きたのどっちなのこれ。開けた場所に出た。なんて読むこれ。早雲から月が、覗き込み、辺りを照らす。たかしの姿はない。でも、その代わりに。あ、そうじゃ。女の子もおったんだったな。黒い影と別に、だったかな？おったんでは。あの子。さっき見かけた女の子の姿があった。やっぱりさっきのは見間違いじゃなかったんだ。薄い光に覆われたその姿を見ればすぐにわかる。この子は普通の子供なんかじゃない。少女はずっとうつむいていた顔を上げ、私の方を見た。次の瞬間、少女はこっちに向かって走り始める。その手には刃物のようなものが握られていた。ちょっと待って、黒い影よりも危ないようなやつ来たんやけど。この女の子、もしかしたらこれを私の見ている幻覚なのかもしれない。あ、そういうこと。幻覚であってほしいような、幻覚でもまずいような感じ。まず最初にそう思った。いやいや、きちっとるきちっとる。走り寄ってくる少女の姿がまるでスローモーションのように映る。ああ、私は殺される。圧迫された時間の中で私は一人そう思う。私の体はきっと少女の持つあの刃物で無残に引き裂かれるのだろう。今にして思えば、隼人は自殺なんかじゃなかったのかもしれない。どういうこと？黒い影によってもたらされた幻覚によって殺されたんじゃないだろうか。幻覚に殺されるって、何の能力なんそれ。なんかの少年のバトル漫画みたいな感じになってしまったんだ。隼人は歩道橋の上から自ら飛び降りて死んだと、隼人以外のみんなの目にはそう映ったのかもしれないけれど、本当は隼人自身の幻想に突き落とされたのかもしれない。今の私だって、そばから見たら自分で自分の首に刃物を押し当てている自殺志願者として見られているかもしれない。私は自分の首をかき切って血を吹き出して死ぬのだろう。逃げろ、逃げるんだ。きっともう助からない。走り寄る少女の姿にそんな確信を抱き、私はその場に崩れ落ちた。しかし、邪魔。少女は一言そう言って、私の横を素通りしていった。急にハッとなって、私は少女の姿を追う。すると視線の先に、何？黒い影？あの黒い影の姿があった。何あれ？黒い影と白い女。そこに向かって少女は突進するように走り寄っていく。なんなん？そして右手の刃で思い切り、黒い影を切り裂いた。黒い影の敵対勢力だったんじゃ。少女に真っ二つにされた影は、
そのまま霧のように消えていく。同時に少女をまとっていた光も同じように消えていった。何がどうなってるの？途方に暮れ、わけもわからず、私は固まったまま動けない。いや、そうだろうな。目の前でもうなんかブリーチっぽいようなもんが行われとったもんな。何の戦闘なん今の。そんな私の方に少女は振り返り、神の井。はい？え？神の井？何かを言い出したのだが、聞き終わる前に急に私の視界は闇に覆われた。え？そのまま意識は闇の中へと引きずり込まれていく。抵抗する時間もなかった。なんなのこれ。もうわけわからんことが立て続けに起こっとんやけど。え？でもって光で時計の音。え？明るく眩しい光に当てられ、私は意識を取り戻した。徐々に視界が回復してくる。え、どこここ、何これ。拉致されたみたいになってるけど、何これ。ここはどこだろう。真っ白で綺麗な天井。綺麗？独特の消毒の匂い。消毒？病院？うめきながら体を起こす。どうやらベッドに寝かされていたようだった。頭痛がひどく、頭がぼんやりする。目を覚ました？早かったわね。誰だお前は。ぼーっとしたままの私にかけてくる聞き慣れた声。声の主は母さんだった。はい？母さん？え、どういうこと？母さん？なんで母さんがここに？いや、それよりここはどこで、何がどうなって、私はここにいるの？母さんの声、どんな声だったっけな。いろいろわからないって顔してるわね。大丈夫、今説明してあげるから。あ、よ、説明してくれよ。もう全然何だかわからんもん。いろいろ聞きたいんじゃ。一番聞きたいんは、たかしとの好感度。落ち着いた口調で母さんが話を始めようとする。もちろん聞きたいことはたくさんあるのだが、それよりも、たかしは？たかしは無事なの？いや、イリナまで好感度気にし始めた。もう俺とイリナが言うことって大体同じような内容になってきよんで、どういうことなんこれ。うん、大丈夫よ。たかしくんもあかねちゃんも無事。あかねも？あかね、見つかったの？だから今説明するってば。私の肩に手を置いて、母さんはベッドのすぐ近くにある椅子に腰掛け、話を始めた。あなたもよ、予想できるかもしれないけど、私はエイジが研究している内容は、あなたたちが黒い影と呼んでいるあれの調査と研究よ。おう、イリナの推測あっとったんじゃ。そこから聞かされた内容は以下の通りだった。まとめてきてた。1998年、今から7年前、あ、2005年の話なんだこのゲームって。日本で自殺者が急増する現象が起こっていた。これは暴動にもあったような気がするな。経済の悪化による複数の会社の倒産、就職難など多くの理由が考えられたが、それにしても数が多く様子がおかしい。しかもその現象はそれから今日に至るまで継続し続けているらしい。日本政府はその原因を追求するために、今母さんや父さんのいる組織 RCH を結成させた。 RCH？ラジコン、ちゃんと走らせられるかな。子供騙しみたいな名前やな。そして研究を続けた結果、街中で噂になっている黒
黒い影が自殺の原因であると分かったのだった。どういう研究したらそうなるん？結局あの黒い影は何なの？それも一番気になるんだ。それはそれについては今もまだ研究し続けているけど正体までは分かってないわ。あれに触れるとね。母さんは黒い影について説明を始める。あの黒い影が引き起こす現象は私たちがネットで調べた通りだった。みんな精神を病み最終的には自殺してしまう。ただ症状には重さ軽さがあるようで自殺まで行ってしまうケースの方が割合的には少ないらしい。ああ、ハヤトの方はどちらかといえば少数派の方だったんだ。軽い症状の場合、一時的に精神を病むだけで時間が経てば元に戻るとのことだった。戻る時もあるのに戻らん方に行ってしまったんだ、ハヤトは。あなたも軽い症状の一人よ。え？きっとあの団地であれに触れてしまったんでしょうね。でも大丈夫。触れたのは小さい個体だったみたいだし、汚染度は低いからね。母さんは話を続ける。あの黒い影には大きさがあって大きなものに触れてしまうと致死率が上がるらしいとのこと。ハヤトはそのパターンだった。なんかよくバイオハザードであるような細菌兵器みたいな話しよんな。そんなゲームだったんだこれ。そんなお話だったんじゃこれ。そして鍵に触れ汚染された人間は黒い鍵を視認できるようになるらしい。私はあの時小さな体鍵に触れてしまったから黒い鍵を見ることができるようになってしまった。なるほどね。だが汚染度は低かったので今後時間とともに見えなくなっていくだろうとのことだった。よかったよかった。アカネは？アカネもそうなの？アカネちゃんもね、軽度の汚染を受けていたわ。でも大丈夫、量的にはあなたと同じくらいだもの。そっか、一応アカネも黒い影の影響は受け取ったんじゃ。ただ軽かったってだけで。なるほどね。それじゃあ今からあかねちゃんのことについて説明するわね。うん。例の心霊スポットに行った後、私の話を聞いた母さんは隼人とあかねに感染の疑いがあると知り二人の保護を考えていた。おう。だが黒い影なんていうオカルトまがいの謎の存在を理由に保護することはかなり困難だった。そりゃそうやな。そうしているうちにハヤトがあの結果になってしまう。ハヤト君が完成したことを知っていたのに彼を救えなかったのは本当に申し訳なく思っているわ。せめてアカネだけは助けようと RCH はアカネしか家にいない時間に彼女の家を訪問しアカネを連れ出したらしい。ラチやん。助けるって意味があったとしてもラチやん。なるほど。それをアカネが黒い影に襲われたか強盗とかに思われてそれを助けに行ったんがさっきの前のパートのやつなんじゃ。なるほどな。で、タカシが警察に行った時に警察に大丈夫だよって言われたのは警察の了承があったけんじゃ。なるほどな。じゃあアカネは誰が来たってアカネが誰か来たって言ってたのは、そう、私たちよ。そういうことだったようだ。おお、結構分かってきたな。なるほどな、いろいろすっごい複雑なことがあったんじゃ。はじめは取り乱しちゃってね、携帯を投げつけてきて壊しちゃうし。でも私がリナの母親って分かってようやく話を聞いてもらえたわ。警察が高橋に言った。もう大丈夫だから、あ、もう大丈夫だから帰っていいよとは、そういうことだったようだ。あかねちゃんについてはね、
汚染土の問題よりも彼女自身の思い込みがいろんな症状をもたらしていたわ。ハヤトが死に、同じように黒い影を見てしまった自分もそうなるのではという思う気持ちが、あかりの精神状態を悪化させていたらしい。なるほど。じゃあ、あかねは無事なんだよね。そうね、大丈夫よ。そっか。一安心だ。あ、でも、あかね、家の外に何かいるなんて言ってて、私もそれを見た気がするんだけど、それも思い込み？ああ、それはね、多分あかねちゃんを監視していたうちのスタッフよ。おい、おい、監視とか言うな。ちょっと、やばいことやりわんじゃないか、お前さん。そうだったんだ。あかりちゃんの症状がどの程度深刻なものか分からなかったからね。いつ自殺するために家を出るかも分からないし、だから監視していたの。なるほど。ならしょうがないかなって感じに今はなるんやけどな。事実を知ればなんてこともない。勘違いのオンパレードだった。オンパレードってつきますか。たかしは？たかしくんを私たちで保護したわ。彼は汚染も受けていないし、すぐにでも家に帰すことができる状態よ。ちょっと眠ってもらっているけど。眠ってもらっている？まさかあの団地であなたたち二人が来るとは思ってもみなかったわ。RCH はあの団地で黒い鍵を調査して排除するために活動を行っていたらしい。拠点だったんか。そこに紛れ込んできたのが私や隆だということだ。もっとも作戦中はよくこういうこともあるから、あらかじめそれ用の準備もしてあるの。隆も私もそれによって意識を失わされたらしい。なるほど。納得しつつもその前に気になることがあった。あの女の子だわだ。あれ女の子の聞かんのかい。まだ排除って言ったけど、そんなことができるの？凄腕の除霊師でも連れてくるのだろうか。そんなことを思っていると、母さんが入り口の方に向かって、入ってきてと呼びかけた。ドアが開き、見知らぬ女性と共に来た。この子じゃ。あ、この子。あの時あの団地で黒い鍵を切り裂いた少女が姿を現した。この子はね、佐藤小鳥ちゃんっていうの。佐藤小鳥ね。小学校に上がるか上がらないか、そのくらいの年齢の少女。ひどく無表情で何を考えているのかわからない。澄んだ瞳で私の顔をじっと見つめている。小鳥ちゃんはね、両親をあれによって亡くした子なの。しかも母親に限っては妊娠中に鍵にくれてしまったみたいでね。そのせいかどうかわからないが、この小鳥という少女にあの黒い鍵を倒す力があるとのことだった。すごいな。なんかほんと少年漫画っぽくなってきた。私たちにはどうやってあの子があれを倒しているのかわからないんだけど、でも事実なのよ。言われなくても信じられる。私は実際にその場を目撃したのだから。刃だった。光る綺麗な刃。あ、これイリナのセリフかな、もしかして。それでこの子はあの黒い影を切ったのよ。今でもはっきり覚えている。現実離れしたあの光景。そう、小鳥ちゃんの言う通りなのね。汚染された人間にしかその刃というものを見ないみたいなのよ。そうなんだ。母さんは力なくため息を一つ吐き出した。情けないわ。こんな小さな子を使わないとどうしようもないなんてね。でもこの子だけなの、アリを倒せるのは。だから今はそれに甘んじるしか術がないらしい。この小鳥という少女と
母さんたちが出会ったのはまだ数ヶ月前のことだという。今は黒い影の噂がある場所を片っ端から回り、実際に黒い影がいたら倒していくのが母さんたちの仕事だということだ。小鳥はまだ私の顔をじっと見つめている。何か言いたいことでもあるのだろうか。どうかした？私の顔に何かついてる？すると小鳥は無表情のままにこう言った。髪の色がレイラと一緒？レイラって誰？私が意識を失う直前、この子があの団地で言いかけていた言葉はそれだったようだ。髪の色か。なるほどね。レイラって誰だよ。ああ、母さんの名前だったんだ。レイラとはここにいる私の母の名前である。それはだって私と母さんは親子だし。ふーん。納得したのか、小鳥はようやく私の顔から視線をそらした。そして大きくあくびする。ふふ、もう遅い時間だものね。ごめんね小鳥ちゃん。母さんが合図すると、スタッフの人なのだろうか、付き添っていた女の人が小鳥を連れて部屋を出ていく。それを見送ってから私は母さんに話しかけた。それにしても極秘なんでしょ？こんな話私にしてよかったの？ええ、まあね。本当のことを教えておかないとあなたの場合かえって危なっかしいもの。今回のことでよくわかったわ。ははそれはそうじゃ。危険に飛び込みよったもんな、今思ったら。まあ確かにそれは否定できない。あかねちゃんとたかし君にはそれっぽい嘘をついて家に帰すことにするから。うん、そうだね。正直なところ、今の話を誰かに話したところで信じてもらえるとは思わない。私だって実際にこの目で小鳥があれを倒したところを見たからこそ、母さんの話を信じられるところがある。だから私はあかねにもたかしにもゆかにもこの話はしないことに決めた。ふう。重く深くため息を吐き出す。自分の身が無事だったこと、あかねとたかしが無事だったことに安堵を覚えていた。でもお会いではないよね。顔を上げる。ねえ、母さんはさっきから黒い影のことをあれって呼んでるけど、正式な名称はないの？ああ、そうね。正式な名称は付けられていないわ。謎が多すぎてね。そうなんだ。じゃあ勝手にあれのことを敵って呼んでいい？え？あの黒い影の正体はわからない。だけど隼人を殺し、茜の心を痛めつけたあれは、私にとって敵以外の何者でもなかった。私絶対に隼人の敵討ちをするよ。あの子小鳥ちゃんだっけ？あの子ならあいつら全部駆除できるんでしょ？だったら私も RCH に入ってあの子の力になりたい。そしてこの世から全部の敵を消し去ってやる。なんか進撃の巨人のアレンみたいなことを言い出したぞ。イーナちゃんかっこいいな。絶対に。砕けそうになるくらいに私は奥歯を食いしばった。今鏡を見たら鬼のような形相をした自分を見ることになるだろう。そんな私の様子を見てか、母さんは困惑した表情のまま何も言わずにいた。言っても聞かないと思ったのか、それともこの話を私にした時点でこうなることを予想していたのか、どちらにせよ関係ない。隼人、私は必ずやり遂げるよ。絶対にあなたの敵を取ってみせる。何に変えても絶対に。9年後、2013年か、じゃあな、2014年か。